その夜、僕は居間に置いてあるパソコンでネットゲームをやっていた。0時を過ぎたあたりだったと思う。ふと背後に気配を感じ振り向くと、隣の部屋で寝ていた息子が立っていた。そして僕を見ながら言う。喉が渇いた。僕は一瞬頭が真っ白になったが、冷蔵庫を開けてコップに冷やしたお茶を注ぐ。そしてそのコップを息子に手渡しながら言った。これを飲んだら出て行って。息子はうんとうなずくと、コップを両手で受け取り、ごくごくと一気に飲み干す。そしてコップを僕に返し、ありがとうと言うと、とことこと歩いて部屋に戻り、また眠ってしまった。息子は当時1歳になったばかりで、まともに歩くことも喋ることもできなかった。翌朝、目を覚ました息子は普段と全く変わりなかった。どうやらちゃんと出て行ってくれたようである。